あー舐めそう。待った。はい、来た。もう絶対ね、今やってたんですけど、電動ドライバーなんて使ったらダメですね。やば、ボロボロ頭。はい、じゃあね、ボルト交換していきまーす。このキットの11番のキャップボルトってやつですね。これに変更していきます。こっち側の4本のボルトだけ長いボルトやったんで、そこだけ注意してね、交換していきます。グリースメイトを塗っていきます。で、ここはここの、スロットルはですね、アクセルワイヤーがここにつくんですけど、エンジン搭載後にね、アクセルワイヤーつけて調整とかするんで、その時に邪魔になるんで、ここだけは外しておきます。ネジだけは仮で入れといたらいいと思います。はい、じゃあね、六角レンチ 5mm で締めていきます。OK かな。